スプーンですくって入れます。お豆腐はもうぐらっと揺れたら出来上がります。こんにちは、プリスキラ TV JPN です。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はオートミールのサンラータン風おかゆを作ってみたいと思います。材料です。オートミール 30g、 水 400ml、 豆腐 150g、 卵1個、調味料はウェイパー 8g、 醤油小さじ1/2、胡椒適宜、酢大さじ1、ごま油小さじ1、ラー油適宜、仕上げに三つ葉、青ネギ、糸唐辛子、いりごまです。お鍋にオーツです。お水です。ウェイパーです。今日はウェイパーを入れましたが、鶏ガラスープなどで代用していただけます。お醤油、お醤油は風味付けと色付けです。お酢、これはねちょっとサンラータンには欠かせませんね。胡椒、はい、そうしましたらこれを火にかけてまいります。沸いてきたのでお味を見てみます。おいしい。沸騰してきましたので火を弱めて5分ぐらい煮ていきます。はい、5分が経過しました。それではね、お豆腐を入れるんですけれど、スプーンですくって入れます。これでお豆腐のタンパク質と卵のタンパク質も一緒に取れますね。お豆腐はもうぐらっと揺れたら出来上がります。ちょっと温度が下がったので温めますね。お味を見ていただいて、少し甘みが欲しいと思われる方はみりんなど入れてみてください。沸騰してきましたので卵、回しかけます。卵を入れます。いい感じ。はい、美味しそう。そうしましたらね、火を止めてごま油です。小さじ1杯、大体でいいですよ。ラー油はお好みで、お好きな量を入れてください。辛いのがお好きな方はたくさんね。冷凍してあった青ネギです。糸唐辛子、いりごまをぎゅーっとひねって入れてください。いりごまね、丸ままだと消化しませんので、ぎゅーっとひねりつぶして入れてください。出来上がりました。では熱いうちにいただきましょう。
とっても美味しい。サンラータン大好きです。お腹持ちも良さそうです。夜ご飯のメニューとしてもいいですね。マイブームでオートミールの動画を連続投稿しています。でも体重は減ってないんですけれどね。最後までご覧いただき嬉しいです。どうぞ美味しい素敵な時間をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。皆さんのリクエストをコメント欄でお待ちしています。チャンネル登録もよろしくね。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。